博物館と屋上の C-47 ドイツ技術博物館に展示されているセスナ172ドイツ技術博物館はドイツのベルリン2982年に設立された博物館。歴史的な技術加工品の大規模なコレクションを展示している。博物館の主要な展示は鉄道車両を中心とした鉄道の技術であるが工業技術の多様な展示品も 大きな特徴となっている。近年には、海事と航空の展示ホールもオープンさせている。この博物館は、スペクトルと呼ばれる科学センターも含んでいる。2002年5月15日には、ツーゼ Z1 の再現を含む、コンピュータ開発者、コンラートツーゼの発明を特色とする特別展示がオープンした。博物館は、ベルリンのクロイズベルク地区に位置し、以前、 ベルリン・アンハルター駅の貨物駅の一部だった建物にある。建物の屋上にある有名な C-47 レイジン・バマースカイト・レインはベルリンテレビ塔の最上階やベルリンテンペルホーフ国際空港の着陸時に容易に見ることができる。博物館では大規模な鉄道コレクションのほか、メッサー・シミット BF-110 対空兵器ノルウェー沿岸から サルベージされた最後の FW200V1 飛行爆弾のある飛行機部門など多くの産業遺産を揃えている。マチアスルストが冷戦中にモスクワへ飛ばしたセスナ1 7にも展示に加えられた。ありがとうございます。